見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。疫病、災害、老後、これほど便利で豊かな時代なのに、なぜだか未来は不安でいっぱい。そんな中、50歳で早期退職し、コロナ禍で公演収入がほぼゼロとなっても、楽しく我慢なしの、買わない生活をしているという稲垣恵美子氏。不安の時代の最強のスタイルを実践する筆者のつれづれ日記、連載第8回をお届けします。アメリカでも広がる、買わない生活、先日、等連載をお読みくださっているという翻訳の服部雄一郎さんが、稲垣さんの暮らしに通じるアメリカのムーブメントがあるんですよ。と、一冊の本を送ってくださった。サブタイトルを見て、おーっとなりましたね。買わない暮らしの作り方、等連載ともろに被ってるじゃないの。ちなみにメインのタイトルは、ギフトエコノミー。聞き慣れぬ言葉だが、早速読ませていただいて、さらにおーっとなった。いやーこの人たち、私と同じことしてる。何をしているのかというと、何かが欲しいと思った時、買うのではなく、もらうという手段を暮らしに取り入れて生活しているのである。はい、わかっております。我が国においては、この時点で、と混乱する方が圧倒的多数であろう。だって、もらう、といえば、誕生日とか、クリスマスとか、結婚したとかなんだとか、すなわちスペシャルな状況の記念として、誰かから何か結構なものをいただくというのが通常の感覚ですよね。でも、我らがやっているのはそういうことではないのだ。もっと日常的に、全くスペシャルでも何でもない、ノーということもない地味な日常生活の中で、もらう。いや、もらいまくる、のである。例えばこんな感じだ。コロナのおこもり生活で、急に野菜を育てたくなったとしましょう。となると、そうだベランダに置くプランターがいるな。と気づく、ここで通常なら 99% 買いますよね。Amazon とか検索したりして、でも我らは、そうはしない、よし誰かにもらっちゃおうと考え、実際にもらうのである。で、お次は、さて何の種をまこうかなとなるわけだ。ここで肌と、そうだ土も手に入れなきゃってことに気づく。で、これも誰かにもらう、ついでに種も誰かにもらう、